英面戦争は19世紀に起こったイギリスとビルマの戦争。イギリスビルマ戦争の略。イギリス側からは単にビルマ戦争とも呼ぶ。イギリスは1600年に東インド会社を設立して以降、継続的にインド、特に東部のベンガル地方を植民地化した。東インド会社は19世紀初めまでにインドの大半を支配下に置き、 インドの名手ムガル帝国の衰退は著しかった。一方のビルマは、1752年にアラウンパイーが建てたコンバウン王朝が起こって、以降、領土拡張を目指して、隣国、シャムやシンの雲南に進行を繰り返してきた。このため、西隣のインドをイギリスが駆逐する様子を見て、これに乗じて、領土を西方へ慎重を試みた。1818 18年に、 ビルマ王はベンガル地方の東半分までの活譲を要求するもイギリスは応じなかったことから1822年にビルマ軍はベンガルに侵入。しかしこれは産業革命によって領土を一層欲していたイギリスを刺激する非常に無謀な行為だった。1824年にイギリスがビルマ攻撃を開始1826年に ギャンダボ条約を結んで、ビルマはベンガルを諦めた上、自国の最南部アラガンとト,トナセリムをイギリスに占領された。イギリスの貿易政策、拡張政策はさらに進み、アヘン戦争の勝利によって中国を開国させ、粛戦争の勝利でインドのほぼ全域を掌握した。このためイギリスの目は再び隣国ビルマに及ぶことになる。1852年。 イギリスは再びビルマに侵攻してペグーを占領、海に面した死もビルマを自国領に併合した。イギリスはビルマ南部を手にすることで、より一層東アジアへの進出を目指し、アロー戦争でフランスと共に、シをさらに圧迫、有利な交易を展開した。1857年にはインドのセポイの反乱を鎮圧して、ムガル帝国を滅亡させると、 1858年に東インド会社を解散させて植民地経営と東方交易をイギリス政府の直轄とし、1867年にはマライ外峡植民地を直轄領として政界権を手にした。フランスも同時期にベトナムへの侵略をはじめ、清仏戦争でインドシナの支配権を確立した。オランダはジャワ島から スマトラ島を攻略して一大植民地を建設した。1885年11月、イギリスはビルマの完全支配を目指して3度目の侵攻を開始、翌1886年にはビルマ王がイギリスに降伏し、上、ビルマもイギリス領に並行され、イギリス領インドに組み込まれた。一部の将兵がイギリスの占領に反抗して戦闘を続けたが、 1890年に完全に鎮圧され、戦争が終結した。ビルマ王朝は滅亡し、1886年にイギリス領インドに並行されて、その一州となる。ビルマ国王夫妻はイギリス領のインドのボンベイに流刑になり、その地で死亡。また王子は処刑され、王女はイギリス軍士官の重卒に与えられた。そして1886年7月、 イギリスは北京にて新朝とビルマとチベットに関する条約を締結した。本条約ではビルマについては新朝はイギリスのビルマ併合を認めビルマへの総資権を主張しないこと新朝とビルマ間の徴工貿易は引き続き行われることを取り決めた。同時に清朝があのビルマに絡むこれらの情報の代わりに芝生条約で取り決められたチベットへの施設 派遣特権及び通商権をイギリスが放棄することを取り決めた。ビルマは1937年にイギリス領インドから分離して実地領となったが完全な自主独立が回復したのは1948年1月4日にイギリス連邦を離脱してからである。ありがとうございます。